このドライヤーは普通のドライヤーとちょっと特徴がありまして、サロン用に開発されたもともとドライヤーなんですが、で何が違うかと言いますと、一般のドライヤーがございます。でこのドライヤー、こちらの先端部に電熱線のコイルが、まあ、そのまま入って、そのまま吹き出てくるのが一般用のドライヤーでございます。でこの当社のドライヤーはこちらの先端部に特殊なセラミックを埋め込んで、ここに一旦この熱を当てて、皆さんの体に優しい遠赤外線という熱に変えて皆さんの髪に当ててます。表面に当たった直後に中にすぐに熱が浸透して、あっという間に乾いて、しかもダメージを与えないで乾かすことができるドライヤーです。それともう一つ特徴は、今取り出したのがこちらが電磁波を測る測定器です。4ミリガウス以下が安全基準として世界で決められている基準です。では測ってみましょう。これが一般用のドライヤーです。今数値の方が出てるのがですね、260、80という数字がこちらで表示が出ております。この当社のドライヤー、一体どれだけ出るか今見ていただきたいと思います。今表示の方がほとんど変わりません。で空気中にどうしても飛んでいる電磁波もあるので、今2という表示は変わってないんですけども、ほとんど数字が変わらない、これがこの当社のドライヤーで電磁波が出ない構造になっているドライヤーになります。当社のドライヤーは分離式でですね、後ろの吸い込み口と本体と別々に分かれて、ここにフィルターを装着して、中に髪の毛やホコリが入らないようにブロックしている形になっております。だからこちらのフィルターを定期的にお掃除していただくと、いつでも新しい風のみ中に吸い込んで熱として変えて出すことができます。このドライヤーは最寄りのサロンさんとか、エステさんとかの美容関係のところには一部置いてはいるんですけども、どうしても必要であればまた当社の方にお問い合わせいただければ対応させていただきます。